春高時のフランス。フランスはフランス海軍の戦艦。クールベ級。1911年8月1日発注。同年11月30日帰港。1912年11月7日浸水。1914年7月15日収益。収益後すぐ、フランス大統領レーモンポアンカレの公式訪問の一環としてフランスは姉妹艦のパリと共に、 ロシア帝国のサンクトペテルブルクへ派遣された。バルト海を通って本国に戻る途中、第一次世界大戦が始まった。この時、戦艦フランスは完全には武装されておらず、弾薬も積んでいなかったが、2隻はどうにかドイツ帝国海軍から逃れることができた。本国に戻り、武装もされたフランスは同系艦3隻とともに地中海へ派遣され、 オーストリア・ハンガリー海軍やオスマン帝国海軍に対する任務に就いた。1919年、戦艦フランスはボリシェビィキに対するセバストポリ作戦に参加した。4月17日には、フランス、ジャンバール、ベルニョーの3艦は、セバストポリ市街へ砲撃を行い、多数の市民を殺害した。4月19日から4月23日の間、フランスはジャンバール、 ジュスティス、ベルニョー、ミラボー、三隻の軍艦ともに反乱を起こし、上院らは、インターナショナルやらマルセイエーズを歌って、赤旗を掲げ、命令なく、戦線を離脱した。この事件をきっかけに、フランス海軍は、国会方面より引き上げた。1922年8月26日、キブロングワン紹介中に座礁した。ありがとうございます。